どうも、エネルギー切れたんで食い物買ってきました。2019年の1月の15日火曜日13時52分です。よろしく。コラボとつまちのきつね枠です。コラボ上がりたい人はどうぞ。最近コラボハマってるね。いろんな人と喋って面白いんだもん。だって絡みがなんか最近楽しいんだよ。リスナーさんとか配信者とか絡みすごい楽しいね。この人こういうこと考えてんだとかさ、で聞けないじゃん、なかなか。なんかいろんな人がいいんだなと思って。あ、楽しいね。箸なんかこうやってやらないとなんか嫌なんだよね。あの研いでるっつうか、あの木の端みたいなのがやらない、みんな。すげえ重てえな。大盛りじゃん。いただきます。うまっ。うまい。
体調いいよ。体調いいね。うまいね。野菜全然食ってねえな。うまい。サラダとか食った方がいいのかな。レタスって栄養あんのかな、あれ。なんか葉っぱって栄養なさそうじゃない。うまい。なんか体が欲するもん食ってりゃいいんじゃない？わかんないけど。うまいね。めちゃめちゃうまい。
あんま分かんない。毎回いるよね。僕もよく分かんないよ。何なんだろう。あ、食った。何でもいいよ、別に。どんなジャンルでもいいよ、今回は。今回はフリートークか。何でも OK だ。今回特にテーマなし。
いや別にコラボ上がりたい人は上がってきて。どうも。あ、ちょっと待って。くそ。ちょっと待ってよ。あ、これでいけるのか。どうも。21号ですけど。はじめまして。こうか。本当にか。あれ？なんで逆に。はじめまして。はい、どうも。あ、どうも。21号です。どうも。どうも。じゃあ、S ですか ?M ですか何すか夜の営みの方は。夜の営みの方は。いや、僕、S と M でセックス、二元論で語るのめちゃめちゃ嫌いなんですよね。なんて？なんて？何論的に僕、うん、性癖を S と M で語る人バカだと思ってるんですよ。その理由は？なんで二元論で語るんですか？二元論って何？ごめん、その言葉知らない俺。物事をね、二、うん、つの物事で考えないといけない人って僕バカだと思ってるんですよ。ああ、二つの物事でしか考えれない。そう。なるほど。うん。ちなんていうの？別にそういう堅苦しい話じゃなくて、自分は S より M よりみたいなあるじゃないですか。いやだからバカだなと思ってますね。バカだなと思ってるんだ。じゃあいつも S か M かどうか質問来たら、なんもうバカだなと思って言って。あ、そうそうそう。あの、あ、もう答えないんだ。じゃあ俺はね、君に聞いたらね、どんな論題で。ね、上がったらいいですかって。じゃあ、君はどんな論外でもいいよって言って。だから一応、こういう話題を提供してね、今即興で考えた話題させてもらってるんですけど、はいはい、それでそう言われてしまえば、もう僕としても、ね、追求することできないんですよ。わかります？
何を追求したかったんですか？いや、別に何でもいいよって言うから、とりあえず俺が適当に話題を考えて、突出したんですよ。はいはい。君が決めてくれないから。うん。じゃあ、ちょっと待って、即興で考えるから。じゃあ、リスナーさんに、決めてもらっていいですか、論題。いいですか？論題って何ですか？論点。どこを中心として話を進めていくかっていうこと。それを決まってないで、ぐだるんですよ。わかります？配信。論点じゃなくて、あなたが言いたいのって、お題じゃないですか、うん。そうそう、お題を。お題がないと。論点とお題って全然違いますよ。うん、いや、同じだと思うんだけどね。そのことについて話すんだから同じだと思いますけどね。違いますよ。論点っていうのは、話が例えばみかんについて語ろうって言ってた時にね、うんうんうん、それがお題になるじゃないですか。で、みかんが果たして美味しいのはなぜなのかっていうのについて語っていたら、その部分が論点になるわけじゃないですか。いや、論点って俺ググったんですよね。別に、これ、ウィキペディア情報なんですけど、問題となる中心点って書いてあるんですよ。そうです。そうです。それって、お題、みかんだったら、例えば、だから、みかんの話の、みかんの話題、みかんの話題がお題だとしたら、ね、だから、みかんのことが論題じゃないですか？なか問題点じゃないですか？論題じゃないですか、みかんが。それはお題ね。違います？間違えてます？間違えてます。屁理屈っていうのはわかるけどね。俺はそう思うんだよ。論点、みかんを論点、ね、それは君の日本語、みかんを論点にして、うん、あ、間違いない、ね、俺がおかしいかな、うん、ごめん、いや、それは俺、柔軟に受けるからさ、俺が間違ってんかな。もう一回言いますね、うんうんうん、まあ、じゃあ、好きな食べ物はっていうお題があったとするじゃないですか、うん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 、論点っていうのは、じゃあ、うん、なんだろう、うん、お米、あ、ステーキにしようか、じゃあ、あなたがステーキだって答えたら、うん、なぜあなたがステーキなのかっていうのについて、うん、話し合ったら、うん、それが論点。わかりました、わかりました。じゃあ、僕が間違ってました。じゃあね、お題を決めましょう。はい、お題を、はい。そうですね、お題を決めましょう、ね、はい。話していく、そう、進めていく上でのお題を決めましょう。うん、で、俺は あらかじめ、21号として聞いてるんですよ。お題は何ですかと。決めてくださいって。ほんで、何でもいいですよって言ったから、僕は、あなたは S ですか M ですかというね、話題を振ったんですよ。ほんで、あなたが、僕、答えたんじゃないですか、だから。いや、答えて、それで話が広がらなかった。広がらなかったのは、あなたのトーク力の問題でしょ。そうですね。うん。だから僕もそこについて別に、深い。答えたもんさんと、答えなかったから、うん、だから、それを言う。そう、それで、とりあえず一段落したんで、次の論点をね。人段落してないよ。俺、ちゃんと答えたのに、あなたが勝手にお題変えようっつったんだ。それでなんかグダ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 。それで広げてもなーって思って。いや、お題変えた、ね、広げるぐらいの語彙力がなかったんでしょ？あ、じゃあ、なんだっけ？じゃあ戻そうか。なんで。S か M、どっちですか？いや、だから、S か M かっていう二元論で話をするやつは俺はバカだと思ってるんだよねって答えたの。それなんで？なんか、なんとなくこう、相手に、伝えるのに S と M ね、その二元論を用いるのはとても合理的だと思うんだけど、俺は思うんだけど、普通にコミュニケーションを円滑に進める上で S と M、 その二元論を出した方が俺は合理的だと思う。いや、だから分かりやすい、そのセックスの話とか性癖の話をするときにね、うんうん、サディズムかマゾヒズムかっていう話でしょ、うんうん、あなたが言いたいのって。そうそうそう、そういう話。なんでその2つしか出てこないのって聞いたの。なんだっていうことで、2つとは、2つ、まあ、もう、極論で2つだけど、なんかこう、程度もあるわけじゃない。話、君さ、だから、そうやってね、そうやって、ね。俺はこっちだけどみたいな。話を、君次第なんだよ。わかる？君が広げようと思って、どんだけでも広げる話。いやいや、ね、違う、俺は答えたんだって。バカだと思うね。そんな苦労に来られたら、俺としても、あ、そうなんだ、へえって、ね、君の言うことのことも分かるから、そうなんだって、俺の熱もちょっと冷めるわけ。だから、話題を変えようかって思ってるわけ。いや、変えればいいじゃん、変えときは。だから、その話題をどうする？君が決めんの？リスナーさんに俺は、決めようか、ね、決めてっていうふうに提案したんだけど。あ、どうぞ。こいつ、誰こいつ。ワードアンチ多いな。誰こいつ。あ、でも S はすごいな。大手なんこいつ。逃げた。もっと遅うか。もっと遅うか。お前ら話題考えてくれ。なあ、話題考えてくれ。押すわ。その話題を押す。俺はな。押すぞ。
たしあげくんいらっしゃい。売名とか、まあまあ、売名、チャンスか、行くか。お前ら、俺がいいなと思ったら、ええなと思ったら、フォローしろよ、俺のこと。なあ。ええなと思ったら、チャンネル登録頼むわ。で、論点、話題何する？いや、全然、俺は別にあなたになんか決めてもらって全然構わないよ。うん、いや、俺も一回決めたから、もうめんどくさくなって、それリスナーに決めてもらおうという話、今。いいよ。うん。リスナー何する？論点というか、もあの、話題。売名、やめろって言うけど、なんで売名したらあかんの？なんで売名したらあかんの？ワドちゃんもちょっと頑張ってね。コメント拾って。見てないから。飲んじゃって誰？ワドは大手やぞ。あ、歌うま、捨て頃毎回出てるの大手やぞ。ちなみにそれ多分ね、俺の NG コメントになってない。みんなに見えてる。だから、八木くんの偽物多いけどさ、誰？ヤギおるんやったら上がってきて。あれタバコどこ行ったん？ちょ、お前ら分かる？お前ら町やからな。止まってんの。どうすんだこの感じで。お前ら待ちやから、お前らがもう話題を決めてっていう話。今トズしたんだから頑張れよ。リスナーに逃げんなよ。年下が、俺さ、配信業に、あんまりこう、あんまりそこ携わってなくて、なんかその、ルールみたいなの知らないんだよ。年下が頑張らないといけないの？これって。年って。なんで上がったらあかんの？じゃあ57号上がって盛り上げてよ。見本見せてよ。57号。当たり前だよ。頑張るトツの日じゃなかったぞ。今日は頑張る。あ？下りすぎ？お前らのせいやって。お前らに話題決めろって言うて止まってるわけやん。で、酒は飲んじゃん言うてるけどさ、主が飲んじゃんなの？いや、俺はどうだけど。あ、じゃあ飲んじゃん、誰？誰か、申請来てる？いや、来てないけど。あ、来てないんだ。こいつは下で吠えるだけなんだ。2のか、こいつアホだなって、うん、よう分かったな。俺もそう思ってた、ちょうど、うん、あ、決めせく？どう？この話題。いやいや、決めせくなんかしたことないもん、俺したことないんだ、俺もないんだよ。どう思う？別にどうも思わないけど。え、したいとか、そういう感情に湧かないってこと？全然。あ、そうなんだ。うん。こいつつまんなくない？こいつつまんなくない？こんなんでさ、楽しくコミュニケーションできると思います？リスナーさん。ここで名前売れ？
つまんないもん、こいつ。決めせくって俺すごくいい、なんかね、してみたいんだよ。あの、法律とかなかったら。和道さん。おいや、すればいいじゃん。いや、でも法律に引っかかるんで、できないんですよ。あ、そうなんだ。そう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 。おこいつ、誰 なんかもう、和道さん、空気読め。どういう空気なのじゃあ、空気教えて。俺は、この、なんか、主がめっちゃつまんないやつだと、俺はね、思ってんだよ。こいつ。なんか、大手気取ってんのは知らないんやけど、めっちゃ冷めてない。普通にこういう、リアルでこいつおったら、マジで、あの、めっちゃ冷めた目で見てるよ、俺。こいつが、リアルで、知り合いにおったら。俺は、空気なの？わからない。わからない。なんで？なんで？ 26 号。空気読めて、何の空気読むの？ワードは面白い。だから面白さがわからないんだよ、俺。初めて来たから。あ、わかんないだろうな。うん、わかんないんだよ。じゃあ、お尻ばって、そう、意味がわからない。なんでお尻らないといけないの？なんで？こいつは下で吠えてるだけでさ、お前申請してこいよ、じゃあ。な、伝えたことあるなら、お前ら誰か一人でもさ、申請してこい、ワドーに。ワドーくん、申請来てる？申請来てあげて。で、このワドーくんはこのコメント見て、どういう目で見てるわけ、いつも。そんなすました目で見てるけど。どういう心境で見てるわけ？どういう心境？いや、まあ、いろんな人がいるなみたいな。そうだね。俺もそう思ってんだよ。うん。つまんないね、和道くんね。話が広がらない。まあでも、なんとなく俺は知らないからさ、この人。あ、俺、精神病って確かに俺ね、あの、隔離病棟に、うん、強制入院させられたことある。神様、こいつどうせ、和道、ついてこれないでしょ、神様の話。いや、ついてこれないっていうか、多分お前より詳しいと思うよ。え、マジで？できんの？神様の話。お前。詳しいとか詳しくないとか、俺そういう次元というかさ、別に詳しかった詳しいけど、あの、話したいんだよ、神様の話。いいよ、全然。和道。うん。え、じゃあ、神の定義は？神の定義？神の定義は、何、うん、絶対的にある愛の存在だと思ってる。俺は神の定義は。うん、そういうことじゃなくて、あの、うん、キリスト教における、あの、うん、ヤハウェについてを語るのか。俺ね、キリスト教、うん。俺、無宗教なんだよ、こう見えて。独学で神を学んでんの。アミニズムにおける神。キリスト教とか、アミニズムって何？自然崇拝。自然崇拝。あ、そう、自然崇拝だね。うん。多神教における、じゃあ、日本的なカタカナで書く神っていう定義でいい？ん？そんな小難しい話、俺ね、学歴悪いんだよ。だから、小難しいことはちょっと理解できへんのよ。もっと分かりやすく、俺のレベルに話して、話してくれへん。どういうこと？専門用語並べんと。一神教における神様、うんの定義と日本人が漠然一神教における一神教における神様の定義と、うん、ね、うんうん、日本人が考える神っていう概念っていうのはそもそも違うんだよ。うん、うん、どちらの話をすればいいのかっていう質問をしてるの。日本的な考えはなくそう。別に世界的な話というよりも、俺宗教ってそもそも、うん、別になくていいと思ってんの。まあ、あってもいいし、まあ、それを行くなら、それを宗教がいいんだけど、うん、別に独立で、独学で学べる時代だよね、うん、今、ネットで。神様のことについて。なら、宗教って、今までネットがなかったから、流行っただけなんだよ。じゃあ、なんで今、宗教がな。教科書みたいなもんなの。聖書って。例えば、キリスト教で言うなら、聖書って、教科書みたいなもんなの。ね。それを今、ネットで、独学で学べるんだよ。宗教に入ってるから偉いとか、ね、天国に行けるとかそういうんじゃないんだよね。あなたはじゃあネットで宗教を学んだの？宗教を学んでない。何を学んだの？特にこう、興味のある事柄について、適当にこう、ググってこう、なんだじゃあ何も学んでないの？いや、学んでるよ。自分なりに学んでる。
宗教に頼、宗教に行かずと思う。宗教なぜいらないと思うの？宗教のは別にいらないとは言ってないよ、俺。言ったよ、さっき。いや、俺は嫌いだと言ったの。いらないとは言ってない。宗教が嫌いなの？嫌いなの。なんで？押し付けがましいから。どこの宗教？どこの宗教で、別にその具体的に言う必要ある？全体的に言ってんだけど。いや、全体的に言ってんだけど。あなたの体イメージで。イメージで、ね、自分は仏教で、ね、じゃああなたは、ね、こういう107人のね、あなた無宗教って言ってたのに急に仏教徒に変わったの？俺ね、で仏教には神様の概念あんまりないよ。親の影響でね、昔強制的に入れられてたの、まあ現在進行形だけど、今は全く言ってないけどね。なんていう宗教？それは言いたくありません。言う必要ある？仏教です、仏教です。あなたが言った、言い出した話題だから質問したんだけど、だ言いたくないんなら最初から振るなよ。俺はそこじゃなくて何も振ってません。俺の言っ、入ってる宗教と何も振ってませんけど、話。わかるじゃん。あなたが勝手に自分語りし始めたんでしょ、うん、親が宗教かどうか、うん。だから聞いてよ、聞いてよ、話挟まんと。なんか、聞いてるよ、俺ずっと。見当外れのさ、見当外れのなんかツッコミに いらないから。わかる？ワード。だから俺は、な、宗教っていうのはそもそも、なんて言うのな、ちょっと待ってくれ。でもさ、宗教っていうのは学校、学校に。一個だけいい、うん、なんだこいつ。いや、俺にも。口挟みやがって、何お前。じゃあ言えよ。うん、何？神様についてのテーマなのに、なんで仏教の話を持ち出してんの？仏教に神様いないでしょ。そもそも神様、もともと神様の話から始まったけど。だからさっき、話の流れで、だから、ね、宗教の話になって、仏教の話になってるわけ。わかるかお前。なちゃんと話ちゃんと聞いてるかも。あなたが勝手に変えてるだけであって。なんで勝手に変えてるんだ。神様について語ろうって言ったの。神様について語ろうってなってて、それで宗教の話になって今こうなってるわけ。ほんで、じゃあ神様の話戻そうって言うならば、な。いや、そうそう、だって話ずれてるぞ。そう言えよ。うん。言ってるじゃん。うん。で、なんの話？いきなり。神様の話。じゃあ、最初から神様の話だから。ね、じゃあ神様のどういう話？そんだけ細かく。いやだから、俺も間違いたくないから。ずっと聞いてるけど、多神教における神の定義の話なのか、ね、一神教における神の定義、どちらを話すか。それがイメージ、専門用語すぎて理解できないんだよ。専門用語じゃない、一般的な話だよ、これ。一般的な話かもしれないけど、俺はそれ初めて聞いたから、どういう意味なの？教えて。一神教っていうのは、一神教っていうのは神様が一人しかいないって考えるってことね。いや、もう字に書いてあるじゃん。多神教っていうのは神様がいっぱいいるって書いて多神教ってことね。ああ、俺は多神教だね。それで答えるならば。うん、でも無宗教だ。うん、うん。無宗教なの？あなたは。無宗教。でも神様信じてるじゃん。多神教だって言ったじゃん。宗教やってんじゃん。宗教やってるとは言ってない。いや、宗教やってることになるんだよ。やってるわ。親の影響でまだ一応形は入ってる、仏教は神様関係ないから、うん、だから仏教嫌いだって言ってんの。仏教嫌いというか、仏教は仏教より俺は神様的なね、仏よりか神様、俺は。何言ってるか全然わかんないんだけど。何言ってるか理解できない。どういうところが理解できないの？俺は仏と神様は、君がそうやってなんていうの、差別化というかね、その種類別でカテゴリー的に分けたから言うてるだけで、俺はどちらかというと仏よりの神様派だと言ってんの。理解できる？和道くん。じゃあ仏教徒じゃないじゃん。ブディストじゃないじゃん。じゃないけど俺は、じゃあ無宗教じゃんって言ってんの。親の影響で仏教には入ってる。でも自分の中の気持ちは無宗教。わかる？いや、それ無宗教だったら神を信じてないのを無宗教って言うんだよ。なんで？どこにも属してないけど、独学で神様を学んでるっていうの。あなたは神を信仰してるんでしょ、だから。信仰してます。じゃあ宗教だよ、それ。あ、宗教なんだ。じゃあ宗教でいい。そうだよ。別に。うん。じゃああなたは宗教やってる。うん、でいいよ。じゃあ、うん、信じてます、うん。私は神を信じてます。じゃああなたにとっての神って何？お前らなんで神信じないの？バカなの？何？俺の神？神は絶対的なる愛と光の存在。俺らはそこに魂を向けていい。もう最終的にはゴール。神様なんだよ。わかる？俺らは見た、ね。
なんだ、あれ、ちょっと、ど忘れした。なんだ、ちょっと待って。うん、いいよ、ゆっくりで。なんだっけ、ほんまにど忘れした。うん。おみたまかな、ちょっと待って、違う、これじゃない。おみたま的なもの何かもらってんだよ、俺だって。わかる？神様から分裂して、全然わかんない。魂を分、じゃあ、もともとは俺らは神様から魂が分かれたの。そんでもっと勉強してくださいと。魂って何？魂っていうのは、お前にも魂が一つある。俺にも魂一つある。俺にはないから、魂は。ないんだ。ない。ないんだ、君。俺はある。俺はアートマン否定派だから。ないって言っても、俺はある。じゃあ、俺はお前のこと。だから、魂あるのは構わないけれどもね。うん、魂あるの構わないよ。魂の定義を教えてっつったの。分け見たま。分け見たま。それだ。何？何何？和族何だって？うん。俺は魂ないと思ってる。あなたはあると思ってる。うん、それいいんじゃない？あなたがあると思うには全然いいんだけど、あなたにおける魂の定義って何なの？魂の定義？魂っていうのは、だから魂の定義とは、もともと神様、俺のね、想像するあれだよ。別にその証拠とかも何も出せないけど、神様っていう、宇宙ができる前に、絶対的には神様ってあったんだよね。で宇宙ができる前に神様があったのね。そう、そう、うん、そう、それで神様は宇宙を作ったんだよ。一神教の考え方じゃん。一神教の考え方？それがたまたま多神教だって言ってなかった。だって一個の神様しかいない。思いが同調しただけだよ。もうめちゃくちゃだな、本当に。あ、そういうことか。神、あ、もともとは、わかったわかったわかった。そこまでさ、いや、だって多神教だって言ってたのに、今度一個の神様からつって一神教になってない。あ、さっき一神教なんだ。じゃあ俺神教だわ。すまんすまん。一神教を信仰してるのね。そこまでね、考えたことなかった。もうそうそうそう。うん、それで、もともと神様がね、うん宇宙を作った俺の妄想な、これ信じること。それで神様が、まあ、言ったら神様、うん、体を渡します。俺が神様をします。もう飛ばしたんだよ。魂という名目で一人一人の意思を作って飛ばしたんだよ。神様が分け身玉として。それでまあ神様がまず宇宙というシステムを作りました。星というものを作りました。そして、じゃあ星自体が魂ってこと？違います。まあ星にも魂入ってるかもしれないけども、星にも意志があるかもわからない。あ、入ってるの入ってないの？それはわからない。それはわからない。俺には理解、わからないこと。ただ、星にも魂が入ってるっていう人もいます。俺、そういうコラムとかよく見るから。コラム？惑星というものにも、そう、そういうスピリチュアル的なことが書かれてる、スピリチュアルコラム。だそれは、俺にはわからないけど、そういう人もおる。惑星にも、魂は入っているという人もおる。うん。で、何の話だっけ？いや、日本神道の考え方じゃないよ。だって、一神教だって言ってんの。だから、もうそういう難しいことは、わからない。だから、君が一神教として思うなら、俺は一神教なんでしょう。別にそこに対してこだわりもないから、俺。まあ、何もこだわりないんだろう。そこに対して無知なんだよ。うん、無知なんだよ、別に。じゃあ、いいよ、あなたが、専門用語とか。得意な話題にしようよ。神様の話題、得意。じゃあ、続けて。うんで、魂っていう定義は？魂っていう定義？だから、分け身玉だとして、ね、僕らの一つ一つ。なんか、一個、一つの命に、ちょっと聞いて、聞いて、和道くん。一つ一つの、ね、命に対して、一つの魂が入ってると。これを、加味した上で聞いてね。いや、加味できないよ。俺、魂ないっつってんだから。じゃあ、だから、加味して、とりあえず、家庭として聞いてよ。そういうことできない、ね、いいよ、和道くん。いや、家庭と加味は全然違うから。ねああ、じゃあ仮定して聞いて。うん、うん。和道くんにも魂が入ってる。俺にも分け身魂が入ってる。それってなんでかって言ったら、まずね、その神様と一心同体化するために、だと俺は解釈してんだよね。いずれはもともとその、行ってきなさいと神様が、それが神様の娯楽、なんかこう、一種の暇つぶし、なんか思考のために、やったのかもしれない。それは分からないよ、神様にしか。でも、俺らは、その魂の成長のために、この世に生まれてきてんだよ。分かる？いや、分かんねえって言ってるよ。分かんないんだ。いや、ここにいる全員分かってる。だから、分かってるよ。分かってるやつおるよな、お前ら。分かってるやつは、ノーコメあげてくれ。な。いや、絶対、お前、それは決めつけよくないぞ、ワード。神様俺は分かんないよ。ねえ、うちのリスナーも分かってない。じゃあ、お前が分かんないって言って、なんでお前のリスナーが分かってないって決めつけんの？バカなの、お前。うん、言われてんじゃん。ちょっと何言ってるか分かんない。いや、おそらくお前のリスナーが多いから、何言ってるか分かんないって言ってんだろ。ってなあ、ワード、お前。リスナーに逃げんのか、お前。なんだよ、お前。
わかんないってよ、みんな。薬中ちゃうわ。あ、この数字が、あの、キツネの数字が若い、若いやつはこいつのリスナーや。なあ。ネットの神様について答えろよ。ネットの神様が知らんから。誰？だから、あの、お前ら、そういう目線で見ろよ。あの、キツネの番号が、何号が、あの、若い番号はこいつのリスナー、あの、かっこいいやからな。そう、まずそう思っててくれ。神様の話題は無理でしょ。君にはハードル高いって。なんで？もっと、なパチンコの、パチンコの4号機とかの話がお似合いで。あ、じゃあ4号機しよう。4号機しよう。じゃあ、お前できんの？4号機の話。いいよ。何売ってた？何売ってた？何を好んで売ってた？北斗。初代北斗。あー、テンブレキッズか。君いくつ？年。33。じゃちょうど北斗世代だね。うん。うん。食えた？いや、パチンコで飯食う方なんて思ったこと一回もないけど。あ、ないんだ。じゃあ負けてたの？うん、4号機の時は。負け犬、うん、俺ちなみに、あ、そう、あの4号機の時は、クソ買ってた。あ、そうなんだ。うん。セミプロ的な立ち位置だね。プロまではいかんけど。プロ仕事しとったから、プロしてたから、あの、仕事してたから、セミプロの立ち位置、わかる？ハイエナしかできないもん。いくらぐらい仕事はタブしか、アベで20万。月の平均。うん。で、君は、ハイエナ趣味で打てたの？じゃあ、君。うん。君は、趣味打ちしてたの？じゃあ、負けてんだね、君はね。4号金、うん。あんなに勝てたのに。うん。あんなに簡単に勝てたのに、うん、?4 号機あんなに簡単に勝てたのに、君は負けてたんだ。どうやって勝つの、君4号機楽しかった？うん、すげえ楽しかった。低レベルの話って、スロットイコール低レベルの話か？いや、あの時お前さ、あの時代を知ってるやつならば、スロット打ったやつはっきり言ってアホやからね、勝てんのに。どうやって勝つの？サラリーマンしてるよりか、はっきり言って、うん、5年間スロットで本気でやればね、家建った時代なんだよ。うん、それをやらないお前らって何なの？家、なんでお前立ってないのだ。俺だから、そこまで本気でやってなかったから、セミプロだっただろ俺。仕事やってたの。仕事を優先してたの。だから夕方しか行けなかったの。どうやったら勝てるの教えてよ。その時は頭に数値を詰め込んで、ね、数値を詰め込んで、みんなが、狙わないようなマイナーな機種を、期待値が100を超えてる台を打つの、徹底的に。それだけ、わかる？だから、期待値100ってどういうふうに、具体的にどういう台、うん、具体的に、だから、本で書いてあるの、その時ネットとかなかったからね。ネットで Google とかなかったから、うん、その時に、こういう、例えば、あの、俺がよくやってたのは、4号機の ST 時代ね。ST 機。ST 解除の時。うん、それで、うん、これ以上のゲーム数は、期待値 100% 以上。わかるか、ワド君。続いてこれる？この話題。うん、いいよ。期待値 100% 以上の台って、それを徹底的に打ってただけ。わかる？だからどういう台が期待値100なのか、それを教えてくれっつってんの。お手伝いしてる。なんていう台のどういう面白いから。なんていう台が。お前どうせさ、流行りであの時北斗がみんな騒がれてたから、お前その流れで北斗打ってただけの締め打ちのやつやろ？そうだよ。うん。で、何？その趣味程度のやつが俺に聞きたいの？だから、セミプロに聞きたいんだけど、うん、月20万すごいわけじゃん。うん、うん、すごいね、うん。すごいでしょ？だから、どういう、なんていう台の、なんていう状態で、回転するのくらいで。例えば、俺売ってたのは、よく売ってたのは、オキスロ。うん、あと、そのバラエティコーナーをよく売ってた。島歌とか。1台にしか、島歌とかもよく売ってたね。設定狙って、休みの日は。うん、そんで、あの、その、イベントの時は、休み取って行ってた。うん。うん。もう、オキスロは大好きだったね。読みやすいし。島、うんうん、歌面白いよね。面白い。島歌というか、うん、俺、島娘が好きなんだけどね。うん。その前の。うん。うん。で、どういう状態か、期待値が100以上の、うん、そう。基本的には。いや。どういう台が、島娘の、どういう台が、うん、島娘を打つときは、趣味打ち。島娘を本気で打つときは、朝一から狙いに行く。
だからそれはもう、いや、俺がさっきから聞いてるのは、どうやって20万稼いだのかが、だから俺、じゃあそれを話させてもらうとしたら、俺は、みんなが狙わないような、例えばサンダーバードだったり、サンダーバード、ね、うん、だったりとか、そういうマイナーな機種を、バラエティに置いてある機種を、うん、その店に置いてある、俺が行きつけの店にある数値を徹底的に頭に詰めると。だから、そう、数値を教えてくれって言ってんの、具体的に。だから数値は、本で書いてある。サンダーバードでいいよ。この、これ以上の、これ以上の、これ以上ハマっていたらゲーム数が、例えば、だからそのこれ以上のこれを教えろってプラスである、例えば、うん、ST 機の仕組み分かってる君、こんだけ回せばそこで解除するって絶対決まってんのね、うん、ST な、そこで RT 解除しますよってことが決まってんの、うん、その見極めの判断はどこでやるの？期待値っていうのも昔から、それは見極めは本、俺の場合は本で、これ以上ハマっていると期待値を 100% 超えますよという。わかる？わかるわかる。じゃあ、何笑ってんの？お前笑っただけのお前、何笑ったのお前、まだ、まあ、何笑ったの？神様の時より生き生きは話すけど、内容が神様の時と全く変わんねえな、お前。何が、どういうとこが変わんないの？生き生き楽しそうに話してるいい。そう、本の情報だ。俺セミプロだもん。なあ、量産箱から買ってないって情報、わかるか？あの時プロはね、食える情報をね、何百万出して買ってたらしい。わかるか？量産箱。トータルいくらぐらい買ってたの？トータルいくらぐらいだの？いや、まあ、どれぐらいだろうね。この考えたことはね、収支つけなかったから。まあ、大体でいいよ。大体、200、300？ 俺は、うん。やっぱ下手くそな時期もあったから。2、300か、うん。そうそう。今はトータルしたら、クソ負けてる。5号機になり、6号機になってる今。それは、俺もちょっとね、その、締め打ちになってしまって、もう、惰性で売ってる。それでも、だいぶマイナスになったね。そう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 。ただ、4号機の時は負けなかったね。うん。うんうんうん。話がくだらないって、お前3号貸したらくだらないんだろう。なあ、スロット知らないんだろう、お前どうせ。勝ち組だよ、俺の人生は。ワドのことか？ワドは負けてんのか？自分の人生勝ち組だと思う？思う。うん。うん。いいね。うん。うん。幸せそう。幸せ。うん。そう思う。うん、やっぱこういうところ来たらな、別に。だから、お前ら申請してこいや。申請して、喋って俺に直接文句言えよ。悩みとかないの？俺は超えてるだけだろ。悩みとかあるよ。めっちゃある。ストロングゼロでしょ、悩みは飲んでる。わかるか？そう、ある。うん、そうそうそう。ストロングゼロでしょ。やっぱり、ね、悩み速度もだいて、言葉してるか？いつも俺が言ってる通りだろ。こういうやつってパチンコの話とかさ、キャバクラ、車、女の話大好きだから。ドカタだよ、ドカタ。俺も、そうそうそう、ドカタ系。ガテン系だよ。大工なんだから。うん。うん、そう、昔はそういう生活してきたよね。まあ今もそんなに変わってないけど。ブルーワーカーだから嫌いなんだよ、俺。なんてなんでもない、なんでもない。ブルーワーカーって何？いや、なんでもない、関係ないよ。ブルーワーカーってなんだよ。ん？どうかってできるわ、俺力持ちだぞ、言っとくけど、お前ら。意外とこう見えて力あるんだぞ。大工は頭使うわ、ボケ。お前、大工やったことあるのか88号。大工、くっそ頭使うぞ。そう、大工の知らないやつのタワゴトやな。どかたちゃう言うてる。大工や言うてるやろ。どかた一緒にすんな。大工さんじゃん。奥さんは別れました。ベタベタ？昨日入ってないからな、黒。で、もうこういうの、もうこういうの、和道的にどうな？俺がコメント拾っていくみたいな。うん、全然いいよ。あ、いいんだ。うん。自由だね。自由だよ、うちは。うん、いいなぁ、なんか。なんで終わってんの？幸せそうで。18号。なんで終わってんの？いいだろ？うん。大工なんか中卒でできるけど、誰でもできるけど、難しいよっていう話。お前できんの47号。やれば？大工のさ、なんか、すごい人って、何がすごいの、うん、やっぱ親方とか。頭いいね。人の使い方が上手い人とか、いろいろあるよ、それは。本当に、仕事面で。例えば、今までさ。頭の回転が速くて、すごい人とか、
むちゃくちゃ器用な人ですごい人とか、いろいろそれはあるよ。いろんなすごいはある。じゃあ今まであったその大工の、うん、そのあこの人すげえなっていう親方みたいのいたの？おる。まさに。どんな人だったの？その人は頭がすごくは回転早くて、うん、まあ、仕事早い、仕事きれい。簡単に言うとこのこれ。仕事早くてむちゃくちゃきれい、うん、仕事は。これ、うん。できる人ってそうやからね。仕事早くてきれいやからね。どの職種でも。わかる？うん、スマートにこなして、ね、うん。接客やったらスマートにこなして、さらっともう仕事量こなすっていう人がすごい人なんだよ。わかる？ワド君、うん。お前さ、仕事したことあんの？ない。ワド君。ないない。え、お前仕事したことないの？ないよ。じゃあ仕事のことはわからないね。あんま話せないね。仕事は全然。うん。いや、仕事ってそうなんだよ。意外。もう本当にできる人ってできるし、できない人ってどんな職種やってもできないの。不思議だけどそうなの。できる人は、どうしてできるの？わかるんだ。君はできないタイプの人間なの？自分でどう思うの？俺はダメ人間だね。ああ、ダメ人間なんだ。うん。なんか俺もそう思うよ。君は仕事やってもできないんだろうなと思う。うん。そうでしょう。うん、思う。うん。できないタイプの人間だろうなって思うわ。うん。うん、どうすんの君、将来についてあの何か考えてんの和道くんは。何も考えてないよ。何も考え、あ、何とかなると思ってんだ。いや。なんかこうビジョンみたいなのないの？配信者やりながら、君、配信一本でやってるんでしょ？うん。それで、うん、なんか漠然に考えてるわけ。今33歳聞いたけど。何も考えてないの。あ、そうなんだ。うん。今は、その生活成り立ってんの？配信で。うん。それで、なんだろう。まあ、このマイナスのことはあんまり言いたくないけど、この配信会が例えば捨てました。捨てまされました？じゃあ、捨てれた。今だったら投げ銭とかこう飛んでくるけども、それがその全くもう、そもそも人数が減っちゃって、生活するに割に合わなくなりました。うん、じゃあ、ワド君はどうすると思う？その時。何もしない。別に辞めるだけだけど。辞めてどうするとかは、その時の気分で決める感じ？そうそう。あ、コラボ上がりたいって言ってるよ、47号。あ、わかった。今、来たから上げるね。今日はね、大工休みというか、打ち合わせで早く終わった。うん、滑舌ごめんね。おでちゃん、ああ音聞こえました、ようやく。おでちゃん、おでちゃん、動画無理なの？お邪魔します。あ、動画できます？どうぞどうぞ。動画無理なの今、おでちゃん。はい、やっぱりこの仕事に関しては、あの僕は、うん、あのニノさんが言ってることが、うん、あの五分五分で正しいなと思いました。うん、はい、本当に。まあ彼は和道君はちょっと待って、ちょっと待って、五分五分で正しいって日本語がよくわかんないですけど、どういうことですか？五分五分ってよく使わないですか？五分五分がな、五分五分って 50-50 って意味で、50%、50% って意味なんですよ。そういうこと、そういう意味、まあ、つまりそういうことです。五分五分なのに、なんでニノさんが正しいと思ったのかよくわかんないですけど、五分五分で、それってミスどっちかって、ミスジャッジでしょ。五分五分やけど俺よりみたいな、俺のが正しいみたいな。そうそれは全部どっちもどっちだと思いますけれども、それ五分五分じゃないじゃん。6-6-6-4とか、それぐらいレベルってこと？いや、そこは五分五分できます。六分五分なんだ。僕はあの五分五分は絶対にあの人だと思うんで。いや、五分五分って言いたいだけでしょ。五分五分って言いただけですよ。だよね。いや、僕はあの五分五分って言って突っ込まれたことってあんまないですよ。そこに関して、いや、お前らさ、そんなんさ、絶対はいいよね、上がってくるけど、騒ぐけどさ、お前らこうやって上がってこれんのか、お前らな、どんだけさ、お前らちゃかすけどさ、お前らおてんさん見習えよ、お前こんだけの閲覧で上がってきてんやから。お前もこれ
あ、女の子なんだ。じゃあ、くっそくっそびっちゃびちゃやねんか、これ。これ聞こえてるか。ヤギはおはようございます。おはようございます。お前、女の子ですっていう自己紹介ひどかった。オーカちゃんお疲れ。オーカちゃんね。オーカちゃん、オーカちゃんじゃん。お前、エトってやつさ、お前何なの、お前。何、さっきお前俺にボコされたけど、お前何なの、エト。お前、あ、みんながこの125人の前に、前でなあ、お前ボコされたいんか、お前。いや、僕帰りゃいないけど、なんかほら、バドがいたから、お前さ、頭の程度が悪いんやから、わきまえろよ、ちゃんと、いや、お前記憶力ねえんだからさ、お前わきまえろ、お前と。いや、記憶力ないのはもう間違いないですね。そうっす。間違いない、そうだな。今日のコラボ楽しいね。うん、俺が主みたいになってるけど。え、これニノさん主ちゃう？お前、そうすんなよ、こんな。いや、違う、このワゴってやつが主。ああ、ほんとや、ごめんなさい。いや、ワゴンさん有名だからね。あ、えとぞ。わ、有名か知らんけど、俺が今、えと今喋った結果、え、いっぱいだよ、ワゴン。うわ、えと、久しぶり。おそぶ、あけましておめでとうございます。おぉ、あけおめえ、はいはい、おめでとうございます。えと、ふわっちやってんだ。え、ふわっち、やってますよ。全然来ないっす。やってるよ、こいつ。へぇー。うわ、えとだって、2、3人ぐらいですからね。5年ぶりぐらいじゃない。いや、そうやね、バドと喋んの。だよね、久しぶりだね。うん、元気ですか。彼女めっちゃ言われてるぞ、ヤギくん。元気ヤギさんも言われてる。いや、バドさんと上結構まあまあ喋ってる。何回かね、昔ね、うん、いや、ほんとあれだよ、なんかうまく、お互いが仲良く行けばいいなって思っている仲だから。うん、俺は思ってないよ。ああ、ごめんなさい。ワード、あ、ワードじゃなくて、ブラックニカマン、顔出してよ。そんで、もう一人のやつ、誰なの？喋ってる？顔出してほしい。長谷川亮太ってやつ。いや、俺、ルンペンなんで、僕がルンペンなんで、なんで上がってきたの？長谷川亮太。いや、長谷川亮太？普通に、お前がムカつくから嵐やろ、お前。ワドさん働、ワドさん話す必要ないやん。なんで？いや、普通に。なんで？それは。お前おもんないやん。ワドさん一人で話した方がおもろい。あ、そうな？それはお前の主観な。実際に閲覧キープしてるな。この閲覧キープでね、物語ってるやん。俺がつまんないかどうか。つまんないなら、閲覧見る分減っていくよね。なんでその話なの？関係ないやん。なんでその話なの？まずそれ教えて。まずそれ教えて。なんでその、いきなりその話なの？考察だよね。なんで金額で、なんでまずその話題になった理由を教えてよ。なんで長谷川は。なんで今いきなりその話になった。なんでいきなりその話になった。理由を教えてくれ。なんでそこに今疑問を持ったの。なんで結果。なんでそれが分かるの。長谷川、なんでいきなりその話題になったんだ。なんでいきなり、月収の話になったんだ。なんで何の結果なの。何の結果。何の結果。だから何の。それブーメランやねん。金の話しない。一個も金の話しないよ。あんた無職って働いてるの。48号ヤギくんやろ。48号ヤギくんやろ。なあ、48号ヤギくんやろ。ちゃんとコメント、トークで参加してきて。ヤギくん、48号。トークで参加してこい。ワドさん。うん。今年の目標っていうか、うん、なんかあれはどういう年にしたいですか。捨て頃買ったよ。めちゃくちゃお前ら求めてるやろ。なあ。めちゃくちゃ求めてるやろ、たまにこういう。捨て頃って聞いたけど、なんか、うん。角神が言ってたね。なんか、角神向かっているとかって言ってたけど、もう始まってんの、捨て頃って。捨て頃は6月だよ。え？なんか、え？ 6 月はないでしょ。まあ、いや、6月だよ、捨て頃。
なんか、スケコロのためっていうように、なんか。え、おでんさん、スケコロ出んの？あ、スケコロ、新木場ですよね。この前、下見行ってきましたよ。え、スケコロ出んの？なるほど。スケコロ出ないですよ。出ないんだ。出ないけど、下見してきました。え、下見、なんで下見行くんだよ。下見行きました。このガキの、出てみてよ。和道さん、このクソガキの、なんか、鼻がさ、このメンバーでやったら、俺、ベロがないんで、こいつの舌もらっていいっすか、うん、舌引っこ抜いてもらっちゃいけつけちゃうよ。ワド空気こいつ、ワド。ちゃんとお金くれたら、なんか喋れなくさせていいっすか、マジで。いいよ、いいよ、ほんと。あんたが喋れないんでしょって。あんたが喋れんだよ。俺、まあ、ほら、ベロがないから、くれよ、お前。殺すから。殺すの？トモとジェニーのさ、日本語吹き替えのトモみたいな声しやがって、お前どうやって殺すの？お前つけて、お前も親から全部調べ上げて、マジで全部調べ上げてみよう。やるならってみよう。どうして殺すのかじゃ。ごめんなさい。どうやって殺すのか。言い過ぎました。嘘でしょ。いいよ。いいよ。冗談です。よかった。冗談でよかった。一言いいですか？長谷川ってやつさ、何も喋れないんやったら落ちれば。いやいや、逆にお前が落ちる。いや、長谷川、マジで邪魔やから。何も話せんじゃん、落ちろ。一番叩かれてんの、邪魔お前やん。いや、お前や。叩かれてようが何でもいいけど、お前参加してけへんならば、お前落ちろ。邪魔やから。いや、お前も参加してくん。もう一人、一つ枠開けろよ、お前。邪魔やから。喋ってたよね。何で喋らんかったの？何？え？枠開けてたけど。何一番落ちひんの、うん、一番おもんないの、お前。うん。それはお前の主観だよね。俺、だからさっき言ったよね。閲覧キープさせてるよね。キープさせてる。俺、面白いかどうかっていうのは、閲覧だと思ってんの、ある程度。基本的にはね。これブルーワーカーだとしても、お前は何も喋ってないやん、絶対。おもんないんだって。俺は客観的に見てどう思ってんの？お前つまんないって言ってんの？リスナーさんどうかな？この長谷川ってやつ落ちた方がいいと思う？どう？何つくかつけ！お前客観、もうリスナーさんの意見が客観的な意見だからね。こいついると思う？お前落ちろ。長谷川ってやつ。落ちひんやろ？だからじゃあいいよ。俺と長谷川どっちがいらんと思う？お前落ち着けよ。大人やろ。お前の方が、俺の落ちた方がいいと思う。意見があるなら俺落ちるわ。俺22歳。かぶせてくんな、ザコ。うん。21歳お前かぶせてくんなって、うん、じゃあお前喋って大人やったらちゃんと聞けじゃあ聞くから喋ってどっちが落ちた方がいいかちゃんと聞いてそういうことうん、うん、お前落ちろとじゃあワードアンケート取ってワードアンケート取ってまあまあ2人とも何でもいいけど俺が最強だっていうことですよなあ嘘一番最強あんたが一番最強今日の最強今日が一番強いあんた神様なんでもいいけどさ、どこ、ワドはおる？ワドさん見たよ。一人で。アンケートしてほしいんだけど、長谷川俺邪魔だと思うんだよ。長谷川が邪魔だと思うやつ、いやいや左上がさっきからうるさい言われてたやん。取ってほしいの。めちゃくちゃなアンケートを取ってほしいの。で、ほんまにいらんことばっか言うて。で自分のことブーメランで巨大ブーメランで自分でブーメラン投げて自分で返してんのお前やでそれ分かってんのお前ら働けよそれ働きたくないよ働きたくないわあ、はい、すいません。お前ら働いた方がいい。なんすか、なんすか。頑張りなよ。まあね、まあムスさんね、すげえ頑張ってるんで、頑張ってください。うん。まあ、平日の昼間に何やってんだよお前らそうそう間違いない、うん、早くハローワーク行って働いて今年もよろしくお願いしますハローワーク行きな、
ハローワーク行けって。まあ、親ポッポ行きますわ、もう。喧嘩はやめなね。はい。お父ちゃん、バイバイ。ヤギちゃん、西日暮里のマックなの？マジで？近いな。千住やから今。いやー、きついなー。ほんと、こんなんばっかだもんな。こんなんばっかりだよ。逆にどういうのが欲しいん？いや、話ができる人。主どこ行ったん？顔くらい見せろ、ワド。いや、顔見せてるよ。何してんの、お前。いや、もう疲れたから横になってる。あ、今見えたわ。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、横になってみよう。神の話してもらって大丈夫っすよ。いや、神の話、だついてこれないね。一神教と多神教も分かんないんだよ、この人。そうなんですよね。うん。無理でしょ。それで、あの、リスナーさんに決めてもらおうと思ったんですけど。ああ。それでちょっと、あの、勝ち。和藤さん。あ、どうも。お疲れです。お疲れっす。こんなゴミいらないよ。だ、誰ですか、ゴミって。全員ゴミでしょ、こいつら。自己紹介。でも、ごめんなさい。ラークさん、いいっすか。え？絵面的にはラークさんが一番ゴミっすよ。長谷川っすけど、ちょっと笑っちゃいました、すみません。あのさ、はい。あからく、じじいやん、お前。じじい。あからく、じじい。お前何歳？ワドさん、ワドさん邪魔なの、もう落とそう。お前いくつ？あからく。誰が邪魔なのかっつったら、誰っすか？おい、じじい。いや、俺普通に、いきなり上がってきた、じじい。話できないから。誰、お前？はい。これ左上病気でしょ、これ。左上はなんか頭弱い感じですね。左上は、うん、あ、練習やってんの？練習やってますね。走ってますよ、もう。マジか。勝てんの？あ、まあ多分余裕じゃないですか。ああ、期待してますよ。いいっす。こういうゴミども相手にしたら負けますよ。本当ですよね。ニノさん最近薬やってます？何の薬？昔薬、あの、昔なんか薬やってたみたいな噂あったじゃないですか。あのね、俺うつ病でね、ずっと薬飲んでたの、ね。あ、そうなんですか。精神薬、うん。あ、ね、そういうなんか、あの、緑色の葉っぱじゃなくて。いや、違う。ワドさん、またね。うん。いっすー。ちゃんとしたお薬だ。お疲れ様です。ちょっとトイレ行ってくるね。はい。え、実際、なんで上がったんですか、あの人。どういう経過、ちょっと僕もわからんのですけど。途中から来ちゃったんで。昔から、あの、知ってる人なんですけど。はい、おー、ほいほいほい。あの、ちょっと、あの、ニノさんの枠なんかな思って上がったら、ニノさんの枠やなかったってあれだったんですけど。おー。ああ、そっか、左上が、そうなんですよ、左上やったもんで、そう。はい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 。なんか、どういう経緯でも置いてたんかもちょっとわからんもんで、ちょっとなんか、なんとなく上がったんすけど、そこはちょっと申し訳なかったですよ。いや、全然、いいっすよ。はい。なんか、何の話をしてたんかなって、もう神様の話から脱線して、なんか、パチスロの話になったっていうのは雰囲気で伝わったんですけど、あったんですか？ああ、なんかパチスロの話題だと生き生き話しそうだなと思ったから、見た目的に。
見た目的に。そしたら案の定ニコニコ話し始めたから、あバカだなとか思って。なあ、そうなんですね。飲む打つやるみたいな。そう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 。ああ。低レベルだなって。低レベルな人間でパチンコの話題振ると生き生きしだすから。ああ、そうですね。もう、うん、パチンコかもう麻雀かみたいな話ですよね。そうそうそう。ちょっと待て。俺聞いとったけどさ、俺の持論を話させてもらっていいか、うん、俺、4号機、なんみんな知らんと思うけど、あの時代に4号機を勉強してやらんかったやつ、俺の持論はね、アホなんて思うの。いや、はい、そうそう。あの、昔はね、イベント次第であったんだけど、ね、イベントってあったんだよ。この6確定の台が朝一番に、一番に取れば、した人が取れると、イコール10万勝てる。それを朝一並んで取れないやつアホなんて、俺の感覚ね。わかる？お前らアホなん ?4 号機を知ってるやつら。それもブーメラン。うん。だって、10万落ちてんのに。実際に、俺その時のニット多分1万円くらいだった。ね。それで、今は、ね、今ニットで言ったら2万円くらい。うん。ああ。一概には言われへんけど。うん。まあ、ワトさんと同じくらいか。ワトさんって誰？こいつニートだろ。こいつニートやん。いや、だからアイテムで月50万稼いだはる言うてるやん。え？え？だからアイテムで月50万稼いでるって。うん。じゃあ、うん。うん、あ、そうだね。松尾さんくらいだね。うん。日東で行った場合は。日東で行った場合はね。まあ、そうやな。うん、俺らの仕事で日東だけじゃないからね。わかる？いや、それは知らんけど。うん、じゃあ、それ全部教えて。一概には言えんけどっていう話。それ全部教えてや、ほな。受け取りっていう仕事があるわけ。日東で行く仕事と受け取りっていう仕事があるわけ。大工さんで言えば。うん。うんうん、だから、日東で行った場合は、50万くらいの収入になってくるよねっていう話。うん、それだけじゃないよっていう話、わかる？うん、その他は？長谷川。他は何があるの？その他はない。それだけの話。あ、はい。あ、そう。わかった。そうなの。それでお前は何なの？その意見を受けてお前は何なの？何が言いたいの？引きずり込まんといて、俺まで頭弱いみたいに思われるやん。俗に言うこれ逃げたってやつやな、これ。話し合いにすらなら。俺がそのね、長谷川の質問に、正直ね、あの、真に受けて、答えて、これなんだよ。長谷川、お前ちゃんと話できんのか、お前。うん、できますよ。軽はずみに上がってきて。じゃあ何の話しましょう、何の話するパチンコ。じゃあ神の話する、うん、しよう。お前神様信じんの？そうですね、あの、一神教か、あの、無宗教か、あの、それか、多神教かによるんですよ。だから、そんなんどうでもいいんやけど、神様信じんのか、あんたは神を信じますか、イエス様のおかしくないやろ。二択なんじゃん。神様は信じた方が、あの、成功者は多いっていう話はよく聞きますけど、俺は神様信じる。うん、それは初耳やけど、神様信じた方が。やっぱり、あの、見えない尊いものですからね。確かに。そうですね、おてんずさん。尊いものを映すか、あの尊いものを信じるかどうかなんですよ。見えないから尊い。そうなんですよ。はい、ですよ尊いんです、神様は。で、長谷川何で、なんで他の人に話振ったん？ワドさん、眠そうやん、もう。ごめんやん。だからお前、なんでワドさんワドさん？俺はお前に問いかけてんだけど、ワドさん関係ないけど、ワドは、ね、枠主だけども、こいつ眠いんだって。寝たらええやん。もう笑てるやん。で逃げないで。ほんでって聞いてんだよ。それで長谷川は。何が神様の話をしたいんだよね。何を聞いてんだよ。だから、何の神様の話題は、ね、神様の話をするとして、どういう質問があるわけ？どういう流れで神様の話を進めていけばいいわけ？長谷川は。だから一神教か多宗教か無宗教かで分かれる言うてるやん。だからそんなん関係なくて、俺のね、話聞いてたか？あなたは神様を信じますか？イエスかノーか、ね。どれがええねんだから。何なんこいつ。おでんさんどう思う？こいつ、長谷川で。イエスかノーの、まあ、質問に対して、その どっちかっていうのは、ちょっと僕はあの神様詳しくないで、ちょっと全く分からんすけど、その、おでんさんの意見は聞いてない。それで、あの、イエスかノーか答えてって言って、こいつ、なんだかんだね、タイプやんお前、言葉を作ってね、答えないんだよ、一方的に。俺はそれを聞いてるだけなの、まず話を進めていく上で、あなたは神を信じますか、否ですかっていうことをね、問うてるわけ、この長谷川に。それでこいつ、一向に答えないんだよ。そのことですよ。僕は神様信じてないですけど、天国っていうもんで、死んだ連れとあの会えることは信じてます、死後に。おお、はい、なんて僕は神様というものを信じてないですけど、天国で
だ死んだ連れと会えることは死んだ、はい、あ死んだ連れと会えることは死んでます。亡くなった連れと原付とかバイクとか喧嘩とかで死んだ連れと会えることは信じてます。テンプレタイプか、はい、テンプレタイプか。サムさんは信じないけど死んだ後になんかこう変な友情で死んだ後に会えるからみたいな、そういうのをあの信じてる。ただ単になんとなくそうただのバカです抽象的に思ってる、はい、うん、あバカなんだ君、はい、あ自称バカなんだ、うん、バカお疲れ、はい、消えろ漫画キッズは。なそうやって周りの、ね、漫画とかでお前どうせ見たんだよ。な またお前ら死んだ後に会おうぜみたいな。なお空の、ね、お空に映って嫌うみたいな。そういうキッズだろ。お空で会おう、ね、また死んだ後に会おうぜみたいな。ね、死んだ後にこう星の、あの、なんだ、巨人の星みたいな感じで死んだ後に会おうみたいな。その死んだ後にキッズだろ。消えろよ。ザコは。ザコは消えろ。ないやいや、あのさ、いやいや、ちょっといい、はい、あの、ニノさ、最初、お前の定義と死んだ後神様に戻るって言ってたから、お前が言ってたことと変わんねえから。死後の世界、だから彼が言ってることとお前が言ってること一緒だから。だから、つまり、ワードは何を言いたいの？うん。なんで、お前、同じ論者、同じ、ね、同じ考え方のやつをディスってんの？だって、神様の話題っていつも一つなの。神様の話題って、ね、常にこうなの。時代が、ね、流行りしたりとかないの。神様の答えって常にこうなの。だから、答えは一つ。常に。わかるか？いや、わかるかじゃなくて、ね。いや、お前の頭の中わからへんから、俺ら。お前さっき、神様が。主観の話をしてんじゃないんで、お前らが主観でわからないからって言ったら、それまでなんだよ。なあ。俺はそうね、そうだって言ってんの。それに対してお前はどうなの？客観的な話をしてるんだよ。客観的とか主観とか関係なくね。いや、お前が主観って言うの。神様はそういうルールだから仕方ないの。いや、違うの。俺がどうとかじゃなくて、そういう宇宙のルールがあるの。じゃあなんで彼のことは。それでお前らが信じる信じないは不思議。え？バカにしてないけど。バカにしてない。いつバカにした俺が。いつバカにした俺が神様のこと。いやいや、漫画みたいに嫌うって。誰が喋ってんの？長谷川。え？俺がいつも神様をバカにしたんだお前なあ。神様もバカにしてるって。ちゃう話の論点が違う。崇拝してるって。ワドさんが言ってるのは、あのいつ漫画の話を俺が出したっていうことっていうか、漫画みたいな話をしてる俺を嵐くんさんがバカにしたっていう。じゃあじゃあじゃあ、うん、バカにしてる。だからお前は長谷川くんが言った宗教観っていうのはね、ファンタジー思考なんだろ。長谷川は長谷川くんが言った宗教観とニノが言った宗教観っていうのは全く一緒なのに、それにニノが気づいてなくて長谷川くんをディスったのはなぜなのって聞いたの。え、だからじゃ あの今喋ってるやつね、長谷川が言った宗教論って何なのか、じゃあ具体的に俺に分かるように教えてみて。うん、いやだからあの世が、ね、分かりやすく俺に伝わるように。要はいや日本で言うところ、誰か一人一人ぐらい分かろうや。日本的な宗教観で言うと靖国っていう概念であったりとか、キリスト教で言うと。知らないんだよ俺。だから俺無宗教だし、世間の事情みたいなのニュースとかも見えない、うん。つまりね。から、うん、つまりどういうこと？死後の世界を彼は信じてるっていうことを言ったの。俺も信じてる。だから信じてるのにお前は長谷川くんのことバカにしたの。なんで？なんでかを聞いてんの俺が。だからこいつはね、な神様は言ってないけどね、死んだ後にね、死んだ後になみたいな、この辺にね星がキラーンみたいな流れ星がこうキラーンでやってね、死んだ後になってね、こいつこういう風に言ってるからバカにしてんの。んだんだんおもろいおっさんに見えてきたわこいつ。そんなわけあるかいみたいな、アホらしい言うな。そんな漫画的な話をしてんじゃないんだぞって言うてんの。わかるか、あのワード。いやわかんないよ、めちゃくちゃだもんだって。こいつが言うてん、めっちゃな、長谷川が言うてんのは神様を信じへん。でも死んだ後にまたな、ね、これなんだよ。お前酔っ払ってるしかないだろこれ。何あのさ、悪いんだけどさ、これなんだよ。悪いんだけどお前の枠でやってくれ、3人とも。またな、みたいな。落とすよ、うん。お前の枠でやって、3人。ありがとね。はいはいはい、ありがとうございました。ね、はーい。ニノさん、今日は。はい。おでんさん落とすんだ。お前も落とすよ。おじいちゃん落とすんだ。うん、ほんじゃね、ワド。ありがとう、ね。はーい。はーい。
はい、どうも。バック取り直しました。ふわっちサーバー弱いな、ほんとに。はい、ワード2。はい、どうも。バック取り直しました。ふわっちサーバー弱いな、ほんとに。はい、ワード2。バカばっかりだな、マジで。なんであんなバカ、なんであんなバカなのに生きていけるんだろうね。すげえよな。なんであんなバカで生きていけるんだろう。羨ましいんだけど。疲れたわ。はい、ワード2。どうも。いいっす。はい、ワード2。疲れたね。いやー。話がちんぷんかんぷんっていうか、多分ね、本人が言ってる言葉の意味を理解してないで言葉を使ってるんだよ。わかる？何を言ってるか自分で分かってないの。ブルーワーカー、アルチュートの話は精神と時の部屋レベルで力を使いますからね、つって。誘引が下がる。なんでこんなに配信分回してんの？いや、俺毎日8時間とか10時間とかやってるけど、最近収入が激減してるから、なるべく多く回して花火もらわないと生活できないからね。いやー、しんどかったよ、本当に。きついよね。何言ってるかさっぱりわかんなかったもんな。悪気、ああ、まあまあ、陽気なバカだよね、陽気なバカ。陽気なバカだよ。いや、もういいや。話にならないからもういいよ。無理無理。もう君はお腹いっぱいだわ。絶望的な滑舌だったな、エトっていうやつ。あいつ古い配信者なんだよ。あれはエトくんだね。滑舌悪いのは。レイハの光。まあよく言われてるさ、あの医学界で定説になってる IQ が10違うと会話ができないって言われたのすごいよね。IQ が10ずれると会話が成り立たないっていうのがまさにこれ学会に提出した方がいいでしょう。学会に。あー、エセ関西っぽかったね、なんかね。やばいね。いやー、でもエトは懐かしかったな。エトは少し懐かしい。ちょっと喋り上手くなっ、喋り滑舌良くなってたよ、少しね、戻ってた。眩しいよ。眩しい。ライト消す。話を寄せに行っても向こうから遠ざかる。小川さん YouTube バンだね、今。まあ、小川さんは、まあ今政治活動やってるからいろいろ大変なんだと思うよ。なんか哲学的な話がしたかったな。せっかく神様について語るんだったら。哲学的な話がしたかったね。じゃあ、IQ90 と90は話が合うっていう話ね。
圧倒的陰キャの崩れる様哀れ。バン。ツイッターではバンバン活動やってるよ。いやいや、今日はトレーニング終わった、もう。今日のトレーニングは終わってる。今日もこれから寝るだけ、ご飯食べたし。だから寝る前の、まあ、枠だね。ツイッターはやってるよ、お母さんは。YouTube バーあるよ。筋肉痛はもうなくなったね。4日目ぐらいから筋肉痛にならなくなった。S と M の会話から噛み合ってなかったからね。オープニングからもう無理だったもんね。いや、だって S と M で語り合って何が生まれるんだよっていう。ゼロをかけてもゼロ。いや、まさにその典型例だね。大園キキって配信者がコラボ上がっていいか聞いてるよ。あ、どうぞ。いいですよ。10分ぐらいだったら。もうさっきみたいなのはやめてほしいけど。ちゃんと、なんかね、テーマ決めて、ちゃんとやってくれるんなら、いいですよ。和道さんと寝たいです。なんで？一緒に寝ればいいんじゃないの？枠見ながら。なんで俺と寝たいの？ S とか M とか、いや、持てないかどうかはわかんないけど、それはわかんないけど、なんか、ね、S って言っても言うほど S ではないし、M って言われてもね、言うほど M ではないし、大園は危険？何危険って、大園って人は。何が危険なの？S と M 聞かれた時点で答えなかったもんな。大工と逆のパターンもあったりして、だからバカ同士はダメなんだよ。どっちか賢くないとな。寝ようかな。疲れた。よく寝れそう。ああ、お疲れ。
切れて。いや、だからあんなのがアンチ活動やってるんだよ。あんなのが。ほら、9号とかもうわかるでしょ。コメント欄だとさ、この人どういう人かわかんないってなるけど、さっきのサングラスのやつが9号なんだよ。一番最初に突っ上がってきたやつが。今日稼いでないよ、全然。いや、俺は初対面だけど、普段枠荒らしてんのはこんなんだよっていう。なんで勇気出したコラボ枠もうまくいかなくなってきたと思う。ごめん、何言ってるかわかんない、あなたが。一つ上がってくれば。15号さん。底辺見て笑いたい。お前自分で底辺だっていう資格ないんだな。すげえな。お前自分で自分のこと底辺じゃないと思ってるんだ。やべえな、ストロングゼロ飲みながら底辺見て笑いたいだけですげえな、ほんと。引くわ。すげえな。ストロングゼロ9号だよ。パチンコの話始めると生き生きするのは大体バカだから。いや、パチンカスってよく言ったもんだよな。後ろにバイオハザード。何バイオハザード。どうぞ、申請していいけど、5分ぐらいで話まとめてよ。5分ぐらいね。1人5分。いやー、だからパチンコが好きなんだよ。逃げる逃げる逃げていいよ。本を読んで本を読んでって攻略本の信者だってああいうのがいるからだからパチンコ攻略動画とかパチスロ必勝本とかが儲かるんだって。わかるでしょ。ないいかもなんだよ。いいかもなんだよ、マジで。こういうバカが絶えないから。だから、柴田とかもパチンコの仕事が来るわけじゃん。いやー、世の中って恐ろしいなと思うでしょ。本に書いてあるってやつ。だから、柴田の動画とか見てキャッキャ言ってるんだよ、多分。俺はセミプロだからとか言って。量産箔は高いから買えないの。量産箔は30万とかで売ってたから。ていうか、もともと量産箔ってごと集団だからね。まあ、パチンコぐらいしか娯楽がないんだろ。まあ、俺は別に、なんだろう、遊びだと思ってて、なんだろう。まあまあ、なんでもいいんだよ。ギャンブル、ギャンブル、いいじゃん。俺はプロだって、ギャンブルの。ってあの時代は家が建ったって。昔はいい時代だったっていう話でしょ。まあ、地方はセックスかパチンコだけでしょ。本当にそうだよ。キャバクラか風俗かパチンコしか娯楽がないんだよ。
だからもう語りたくてしょうがないんだよ。俺はすごいんだぞって。本に書いてある情報を教えてって言ってる。一言も何も出てこなかったもんで。ひどんな大胆の本当。なんで漏れてるんだよ。言葉窃盗に当たる前のパチンコ集団だったからね。いいよ、もう、コラボとか。だって俺、会話が噛み合わないんだもん。会話噛み上がらないんだもん。無理だよ。さっきの子たちとなんか慣れ合ってればいいじゃん。あの時代に仕事してたやつはバカ。スロットやってれば家建てられた。え、俺は仕事してたから。もう自己矛盾だらけだよ、本当に。もう最高だったよね。あの時代にパチスローで飯食えないとか。あの時代は家が建ったんだよ。やらないやつはバカだ。え、俺は職人やってたよって。お前バカじゃねえかよっていう。もうそんなブーメランがバンバン刺さってて超面白かったよね。レベル高すぎるだろうと思って。もう面白かった、マジで。すげえよな。いいよ、じゃあ、上がりなよ、急行。上がりなよ。いいよ、上がりな。話したいことあるんでしょ？上がってきなよ。ああ、面白い、本当に。いいよな、なんか悩みなさそうだもんな、ああいうやつって。いいよ、キュウコ上がってきな。うん、上がらないの結局。いやー、そやじゃあ、もともとニコ生の沼が来ちゃったんだよ。捨て頃文句言ってたのに出るなんてブレブレなんだよ。そこで引いたら配信者のメンツ丸つぶれ。酔っ払ってんのか。ニコ生の闇っつうかネット社会の闇だよね。もともと2チャンネルがこういう感じで。で、ニコ生になって。で、ニコ生から今度フワッチに来たんだよ。話せる話せる。論題、論題じゃあ、なんだろう。なんでもいいよ。うん。論題がないと？じゃあ、トマピケティにしよう。トマピケティ。ピケティにしよう、9号さん。いや、じゃあトマピケティでいいよ。配信つけてる方が落ち着く。頼りすぎ？え、じゃあ何がいい？何でもいいよ。説明？いいよ。あ、じゃあ政治哲学についてにする？マイケル・サンデルにする？サンデルの方が面白いんじゃないかな。サンデルにしようか。世の中平等だと思うか。いや、シンプルシンプル。
世の中は平等だと思いますかっていうのが議題だったら分かりやすいでしょ。マイケル・サンデルの議題はそれだから。世の中平等だと思うかどうかっていう議題。 OK？ うん、はいはい。じゃあ9号と話して今日は寝るわ。世の中は平等だと思うかどうかね。眠いね。ねんねねんね。朝から、そう、夜中かな？夜中からやってるかな？多分、あ、じゃあ朝の6時か5時か、それくらいからやってるかな。うん。インテリぶってないでしょ？面白いじゃん。新生？いいよ。ドルさんやってる。いや、ふわちゃんやめないでしょ、ドルさん。やめないと思うよ。で、なんだっけ？あ、聞こえてる？うん。マドウ君。さっき聞こえてるよ。うん。ほんで、何セッシビティだった？この世の中は平等であるかないかどうかについて。そうそれ、なんだっけ？なんて言うんだっけ？専門用語で。専門用語じゃないよ。マイケル・サンデルのこと？うん、そう。なんだっけ？うん。うん。いや、だから世の中は平等だと思いますかって。平等だと思う。ほほほ。うん。君は？俺はまあ、うん、あんまり思わないかな。ん？あんまり思わないって、イエスかノーかの、あれ、話じゃないの？うん、ディベートの話じゃないの？どっち？ディベートの話はしなくて、ディベートをするんだけど。うん。するんだけど、どっち？じゃあ、ディベートをするなら、どっち？どっちなの？っていう話。オッケー。俺は平等じゃない。不平等だと思う。あ、ディベート成立ね。俺は平等だと思う。そういうこと、そういうこと、そういうこと。俺は平等だと思う。うん。うん。君はなんで不平等だと思うの？例えばなんだけど。うん。例えばなんだけれども。例えば何？うん、何？練習とかさ、例えばさ、うんうん、全く同じの。お前、目ちゃんと隠すなよ。目、お前、それ心理ショックが出てるぞ。な、聞いてる目を見られたくないからっていう心理ショックが出てるぞ。な、目を追うのを見られたくないやろ。な、ワード。続けていい？なんだお前これ、ま、全く能力が一緒の A 君と B 君がいました。うん、同い年です。うん、片方の家は、うん、10億円の資産を持ってました。うん、片方の家の子は資産をあんまり持ってません。年収に、うん、200万円でした。うん、うん、不平等じゃん。不平等になるんだ、それ。そういうひねくれた考えになるんだね、君は。つまり、俺はさっき神様の的な話にしたけど、それは神様的な話で言うと、ね、俺は話せるよ。それは昔、ね、そんだけ恵まれた家庭で生まれてきた人は、昔、そんだけ徳を積んできたんだよ。わかるか、和道くん。ね、昔、悪さばっかりして、自分中心的に考えてきた和道くん。残念な状況で生まれてきた和道くん。これ返せる？なあ、お前前世で、お前なんでそんな残念なのか？お前が前世で、なあ、悪行を重ねてきて、なあ、
それでお前の委員だとして今年にね本選になって帰ってきてんだよ。わかるか和道くん、なあお前が今負け組なのわかるかなあ。ちょっとエスランドってわーいって言って何のねあの何の生産性もなく今までね、わかるか和道くんなあ、今までねもうなんかこう負け犬くんね、あの2チャンネルばっかりにらめっこしてね、それでちょっとね専門的知識ネットでどう受けるのかちょっと勉強してきたんだろうね君ね。それでちょっと閲覧取れるようになってね、君は天下取ったような気分になってるの。それ勘違い、わかる。君が今世とても残念なのは君がね、すべて君の責任、わかる。前世で君が悪行を重ねてきてそんな養子に生まれてきたのかもしれないね。そんなひねくれた性格ね、考え方が未熟ね、そういう性格ね、それすべて君の責任だから、わかるか和道くん。はい、じゃあ答えてみて。ごめんね、平等か不平等かの話で前世が出てくると思わなかったから。だからスピーチャル的な話になったら平等か不平等か平等だと思うよ。で、じゃあそれを話戻そうか。平等か不平等か、うん、それは、うん、君は不平等だと思うのね。要は、ね、昔悪いことやったから、うん、要は、うん、貧乏な子供に生まれてきたってことが言いたいの。寝るとか言ってたのにこいつがちょっと重い腰を上げてね、あの何大手のちょっと重い腰を上げてきてみたいな、ちょっとやる気できた様、こいつの表情見といてお前らなあ。で何ね、何ね、何和道くん、何何大手さん何よ、ね、もうもう一回聞くけど、うん、ね、何何、うん、貧乏に生まれた子供は過去悪いことやってたから貧乏に生まれたってこと。過去世でね、過去世でね、前の過去性。そう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 、そういうこと。それか、まあ、素晴らしいやつだったかもしれない、ね、分かった。例えばね、キリスト教、イエス・キリストはあんなに素晴らしい人格なのに、馬小屋で生まれたと。とても裕福な家庭で、もうほんまに劣悪な環境で生まれた。それで彼は、それでも、ね、歴史に名を刻むイエス・キリストとして、キリスト教としてね、そんだけ素晴らしい。平等なんだよ。結局、生まれながら関係ないんだって、言い訳。いや、キリストゴルゴダの丘で殺されてるよ。え？ゴルゴダの丘で槍で殺されてるよ。うん、槍じゃなくて、あれ十字架になったんじゃないの？俺、キリストの教のことを知らないんだけど。キリストは槍に十字架になって、みんなのためにこう死ぬんだっつって、張り付けになって、俺はみんな守るっつって死んだ。ね。これをこう、認識してるんだけど。違うんだ。何、うん、あれ、槍に張り付けになったの？俺十字架で槍じゃない、十字架に火炙りの刑になって死んだ。火炙りの刑じゃない、火炙りの刑じゃない、じゃないんだ。何、うん、何も知らないよ。だって俺無宗教だもん、わかるか、言ってるだろ俺無宗教って。アーメンじゃねえよってお前らな、お前の59号のアーメンは軽いんだって、わかるか59号。じゃあわかった、わかった。じゃあ貧乏に生まれたりとかね、うん、今、うん、悪く生まれちゃった子は前世悪いことをしたのね、うん、っていうことの可能性が強いよね。いや、そうとも限らない、そうとも限らない、ね、証拠としてね、うんうん、あのイエス・キリスト、あの素晴らしい人格者ね、彼が馬小屋にとても巡り生まれない環境で生まれてる、でも彼は功績を残したんだよ。だから、ね、つまりは平等なんだよ、うん、関係ないんだよ生まれなね。例えばね、もうクソ貧乏な生活してた、イエス・キリスト、そんなこと言いましたか？イエス・キリストなんかね、やったら、関係ないですよって、私はイエス・キリストです。ね、キリストですから、ね。キリスト教って、生まれ変わらないの知ってた？うん、いや、知らない。そうなの？ワード君、そうなの？俺は生まれ変わると思ってんの。いや、キリスト教。イエス・キリストがそう言ってたのか？イエス・キリスト教の人はそう言ってたのか、人間転生はあるんだよ。イエス・キリストはそんなこと言っていたのか、本当に。いや、キリスト教は、慶主、うん、って考え。ソースはどこだよ。じゃあ、お前、ソースを今、誰かググってきて、うん、ソースをリンクを貼り付けろ。うん、そんなことはあるのか。俺は初耳や。なあ、うん、イエス・キリストは本当にそんなこと言ってたのか。ちなみに聖書ってね、1% の嘘が書かれてるんだぞ。こう言われてるんだ。聖書。うん、聖書イコール正解ではないんだ。わかるか、和道君。君が言ってることがもし本当だとしたら、その 1% なんだ。わかるか？生まれ変わる人は、人は生まれ変わる。うん、アーメン。人は生まれ変わるんだ。じゃあさ、うん、過去の人口少なかったのは、どうやって魂が増えたの？
何言ってんの？過去にいつの話、うん、いつ時代の話。例えばじゃあ日本限定で、うん、俺それ知らないんだよ。日本限定でいいよ。日本限定でいい。江戸時代の人口って何万人、うん、人か知ってる？知らない。3000万人って言われてんの。3000万人なんだ。うんうん。江戸時代の日本人は3000万人なんだ。オッケー。ここまで。うん、分かった分かった分かった。今の人口1億3000万人じゃん。うん。魂どっから来たの？そんだけ、魂？魂はあの世から来たの。分かる？あの世というのはね、星とかに属してないところ。あの、人としてね、あの生まれてきて惑星に転生してくるんだよ。惑星に生まれてくるということは転生してくるってこと。ちょっと聞いてくれよ、ワード、お前。無知の野郎がよ、お前。な、俺の持論を聞け。過去性、うん、ね、過去性とかそんなんじゃなくしに、うん、今後、惑星に存在するということは、ね、宇宙人、宇宙人。火星だったら火星人ね。わかるか？火星人ね。火星人の話ね、うん、そう転生してきてるということはね、またあの世とは別次元のところにいるわけ。この世と一般的に言われるところにね、うん、じゃあもっと言ったら俺らさ、あの昔アメーバだったわけじゃん、うん、アメーバの、うん、アメーバには魂あんの？いやだから、あのアメーバイコールお前昔の過去さアメーバだったと思ってんの？違う、そういう否定の話してんだよ。じゃないんだよね、あの地球があった前から君の魂は どこからの魂なのか俺は知らないよ。和道君の肉体は、あ、でも和道君の魂は分かってないな。最近できた魂かもしれない。地球上で。ね。その前から魂が。新しいの俺は、ね、新しいの。魂っていうのは不滅なんだよ。つまり、君たちは100年という、ね、狭い枠の中で考えてる人間っていうのは。死んだら終わりという考えてるから、それは分かる？和道君。ね。これを魂が不滅なんだと仮定して、100年生まれて、あの世で何億年過ごすか分からない。魂は分裂すんの？しないと思ってる俺は。じゃあなんで増えたの？神様が増やしたの。一つ一つ。いや、分裂しないって言ったじゃん。分裂してんじゃん。でも、自分、じゃあ神様が、それは、神様が分裂させただけで。じゃあ前世ないじゃん。俺らから。じゃあ前世ないじゃん。なんで神様が分裂したんだと。なんで全然何につながるんだろう。あ、ちなみにさ、和道くん、俺さ、4時半から論破されてるじゃん。4時くらいから、ちょっとね、一つ電話する予定があるの。最悪4時半ね。うん、だから、ちょっとそれまでに話を聞きましたいんだけど。分かった分かった。どっちなの？過去世が悪いから貧乏に生まれたって言ったじゃん。それは、基本的な因果関係の問題。昔に、うん、それはいいの、ね、それは大きい人のことをブサイク、ブサイクって、ね、うんうん、多分ね、和道君は言ってきたんだろう。だから、和道君はブサイク生まれてきたんだよ。うん、ね、うん、人のことばかりにした。分かった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 。死になさいという、それをね、うん、いう神様の配慮で、和道君はブサイクとして生まれてきたの。分かる、うん、お前、理解できる、うんうん。ここは OK なんだよ。ね。ここは OK なんだね。うん、じゃあ、ね、うん、3000万人しかなかった魂が、なんで今、4倍に増えたの？だから、それは、俺にははっきり言って知らない、分からないけど、俺が想像するに何でもね、スピーチャーのこと証明もできないし、目にも見えないことだから、想像するしかないんで、分かるか、和道君。俺が想像するにね、その時は3000万の魂ね、ね、その他の魂はあの世にいたんだろう。これで説明がつくんだよ、和道君。分かる。ちょっと待って、待って、待って。ってことは前世がない、前世がないのか、分裂するのか、前世はあるのね。あるんだよ。前世はあるのね。うん、で、じゃあ分かった、前世あるとしてね、うん、前世がない、まあ、1億人はどっから来たのよ。前世がない1億人だから、あの世から来たんだって。魂っていうのは一定数あるんだよ、多分ね。だから一定数が増えてる。新たに増えることも、それは神のね、あの気まぐれであるかもしれない。新しく増えたってことは過去のデータベースがない。神の御座を知るんだよ、そこは。新たな、ね、魂が生まれるかもしれない。それは神がね、じゃあもうどうしようもない。この人間界ね、もう私がね、あの理想とする世界じゃないんだ。私のね、お御霊ね、そのお御霊パワーをね、普通の人、和道になら1人しか与えてないところね、50くらいのね、お前行ってこいって言って、じゃあ分かった分かった。人間が入ってくれ、来いって言ったら、それは神の配慮でね、それはね、っていうことは救世主として人間界に現れるんだ。あなたが言ってそれがキリストであるんだよ、分かるか、お前。なあ、 あなたが言ってることは、俺ではいけないと。それたまにね、神の配慮で、お前はこの時代に生まれてきて、ね、神とはどうたるものなのかね、人々に教えてきなさい。そして、キリストは生まれてきた。そして、生まれた時から神様のね、何なのかをなぜか分かっている。それがキリストなんだよ。ね、この腐ってる世の中、
なぜか分からせたいと。ね。そうして、イエス・キリストはね、分からせ続けた。伝道師として。100キロってね、伝道師という仕事はね、俺一番ね、神に使える仕事だと思ってる。分かる分かる分かる。分かる分かる。伝道師じゃない。お金は儲かなんか分かんない。伝道師のな。キリストは伝道師じゃない。ね、違う違う。こうやって、神様は、イエス・キリストは預言者で伝道師は弟子たちだから、キリストの。キリストは伝道師じゃないから。何言ってんだ。伝道師なんだって。神様のことを伝えようとしてるの。それは神のことを伝えようとしてることも伝道師って言うんだよな。キリストのことに関しては。預言者っていうの。預言者。そっちで、預言者じゃねえよ。キリストは、あれなんだよ。伝道者なんだよ。神の一体の考え。神の御言葉を、ね、世の中に訴え続けたんだよ。そして、イエス・キリストの、思想に、俺はついていくわ、この兄貴についていくわって思ったのがヨハネたちなんだよね。十人の弟子たち、わかるか？賛同者なんだよ。ほんで、キリスト教の聖書ができたのは、キリストが死んだ後なんだよ。そのね、信者たちが、ね、キリストが張り付きになって、本当に身をもって、ね、キリストが身をもって証明してくれたんだよ。私はあなたたちのために死にますと、ね、張り付きになってね。こう手のひらとかに杭打ちつける。お前らだったらギャー言うて、すいませんでした。本当に嘘でした。手首だから。手首。あ、そうなんだ。じゃ手首にね、それもう直されたやんか。手首に、お前らこれできるか、お前ら。キリストの立場にあって、すいません、すいません言うて、お前らで言うんちゃうか。な。私たちはもう本当にもう、虚言を、本当に命だけは言うて。でも、キリストは、それを、私は、ギャーも何も言わなかったと思うよ、キリストは。ね、撃たれても、従いますと、私はあなたたちにね、哀れな人間たち、迷える子羊をね、救うためにこの世に来たんです。そして、ね、見てください、この聖なる力、ね、ね、釘付けになっても、ね、本当は痛いって思ったの、ね、でもそれを見せると、ね、イエス・キリストの、ね、プライド、虚言、ね、それに関わると、ね、多分イエス・キリストは笑いながらね、いいんですってね。だって分かるか、お前ら。イエス・キリストはな、右頬。ちなみに、イエス・キリストはね、ド M だったんだよ。分かるか、つまり。イエス・キリストは右頬を殴られたね。俺だって出てるわ。何だ、どついとんねん、言うて。な、それをイエス・キリストはね、どつかれたら左を差し出さなさい。ド M やろ。ド M 確定だよ。な、貼り付けなってもね、快楽に溺れちゃっちゃうか。な、お前ら分かるか。な、つまり、キリストはド M な。お前これ、うん、これはほんまに俺、キリストと読めやったと思う。普通言われへんよ。ね、左頬をぶたれたら、ね、普通なら、何やっとんねん。な、どつき返すと。な、それでも、こうやったら、甲骨の顔を浮かべながら、もっと言うて、左利き筆の方を捧げなさいと。ね、ド M 思考やん。な、キリストイコールド M だよな。な、どう思う？気違い。はい、それじゃあ俺とりあえずね、主張終わったから、はい、次和道君、はい、どうぞ。イエス・キリスト生まれ変わりの宗教じゃないじゃん。だからさっきからそれ苦しいな。あ、オッケー、ちょっと待って、もうそろそろ16時になるからとりあえず落ちるわ、約束あるから。和道君すまんの、うん、じゃあおやすみね、和道君。おやすみ。約束あってすまんな。はい、キリストはユダヤ人だね、うん、疲れる本当にもう。疲れる。エネルギー泥棒が来た。エネルギー泥棒された。いや、いるんだよ。やばいよな、ほんとに。もう、あいつが言ってることってさ、結局神様の気分次第だから、不平等には目つぶれって言ってんのと一緒だからね、ほんとに。腹立つわ。あ、リスナーやすです。です。あれ、これ、
おかしいのかな、なんか。あ、いや、聞こえてますよ。聞こえ、あ、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、どうも、やすさん。はじめまして。どうも。うん、ノットはじめまし、あ、そうですね、はじめまして。あ、はい、ノットはじめましてなんですかね。いや、そうですね。はい、結構僕、アイテム投げたりとかしてましたよ。少しは。あ、そうですね。いやいや、アイテムありがとうございます。存じております。長野？ノット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 長野だよ。ああ、じゃあ、はじめまして。はじめまして。どうも。なんか、はい、ありがとうございます、アイテム。ああ、はい。はいはい。でも、さっきの話だと、はい、はいはいはい。ちょっと久々聞いてたんですけど、はい。やっぱ、ん？もしもし、あれどうしたの？どうしたんだよ。いいところじゃなんでこんなんなってんの。どういうことだよ。ザワールド使いやがった。スタン、新手のスタンド使いかよ。新手のスタンド使いが来たよ。もうどうなってんだよ今日。ゾゾの奇妙な冒険でしょ完全に。やばいな。やばいなぁ。な、どういうこと？本当に。どういうことだよ。腹痛いわ。スタープラチナなのかな？もうわけわかんないよ。腹痛い。どういうことだよ。わかんないわ。世界観がもうわかんない。世界観がわからないんだって。本当に。わかんない。どういうこと？わかんねえな。神通力とか。やばいよ、ほんとに。今日、神回すぎるだろ。いや、こっちの問題じゃないよ。やばいね。なんだろうな。本当に謎。腹痛いね。なんだろう、向こうの電波が弱いのか、スタンド使いなのか。9号のスタンドなのかな。連休明けの平日やばいね。連休明けの休日。あ、来た来た。もう大丈夫？今回は頼むよ。
何なのこれ、ちょっと なんで止まっちゃうんだろう。だから LINE の方、いや LINE の方やってないです。いやいや来てますよ、うん、来てますよ。なんか止まりましたね、うん、ほんとね、止まりましたね、なんだぞこれ、うん、はい、なんすかね、まあまあ、いや大丈夫ですよ、サーバーの問題でしょこれ絶対、多分そうです、フワッチのでしょ、はい、そうです、はい、うん、うん、うん、私ね、昔ね、西新宿5丁目で働いてましたから、はい、はい、そうですよ、どこら辺で、何で働いてたんですか、駅前、IT、IT、はい、はい、前映画の話したんですよ、和道さんとね、IT はあれですか、システムエンジニアさん、はい、さんですか、私は企画営業マーケティングの方でしたね。ああ、はい、企画営業の、はいはいはい、はい、あの辺結構知ってんですよ、うん、グリーンタワーとかさ、は新宿中央公園とかね、よくね行ってましたよ、都庁あ、イケメン選挙、はい、うん、で私、和田さんの放送はよく見てて、ありがとうございます。あとアイテムもさせていただいたりとかですね。それリスナーですね。はい、ありがたいです。来たろ？何でもいいじゃん。切ってないだけ。何もオーバーヒートしてない。今目玉の親父、ちょっと時止めませんでした、今。今、ね、今スタンド使いませんでした。大丈夫ですか。いや、スタンドスタンドちょっと発動してませんでした。あれ、わかんないです。大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、皆さん、はい、皆さん、皆さんね。はい、ちょっとぐらいアイテム投げてもいいんじゃないの、皆さん、ちょっとね。ねえ、礼儀として。礼儀。いや、俺話が面白かったから、あの寝ながら聞いてたんだよ。で寝るんだけど、はい、うん、うん、そういう話だったのね。聞いてたの。さあそうだよね。聞く人は自由だからね。嘘で、はい、うるせえバカ。誰様に向かって文句言ってんだこの野郎なあ、ね、誰様に言ってんのね。まあいいや、まあ相手しねえから。そんな、ね、お前らレベル低いんだよ、変なこと言う、コメント書くやつら。ああ、そら行く、ごめん、さ髪の毛切りに行かないといけない、はい、そうかそうです、はい、犯人はヤス。それポートピア連続殺人事件っていうゲームがあったんだよ昔な。わけわかんない。落とそうってどういうこと？いや大丈夫ですよ、落とさないですよ。落とさないですよ。あ、さっきの話の続きなんですけど。ほら来たじゃん、よかったじゃん、和道さん。いやいや、さっきの人ですね、何でしたっけ。よかった。よかったね、何さん、今日初花火ですね。トシさん乾杯。ほら、誰だっけ、さっきの嵐さんだ。嵐さんです、ね。あの方関西弁すごかったね。話が。そうですね。すごいですね。いろんな考え方がやっぱあるんだな。あります。皆さん。あります。あります。そこなんだよ。はい。うん、はい、そうだよ、俺つまんないよ、うん、ありがとうございます花火、はい、はーい、はーい、固まるのここで嘘でしょ、こんな固まり方。
うことだよ、ほんとに。ずるいわ。こんなのないでしょ。払いたいよ、ほんとに。今日濃いな。こう今日濃いだろ。ずるいよ、なんだよもう。やばいね今日はね。気づいたら止まってたかも。いやー持ってるね。あの人は昔から結構ちょいちょい投げてくれる人で、はい、新手のスタンド使いでしたね。あー面白い本当に。いやー濃いね、和道リスナー濃いね今日は。なんかすごい日だな今日は。コラボとつハマるの分かるでしょ俺が。面白いんだよ、いろんな人がいるんだよ。これなんすかね、なんで止まっちゃうんすかね途中で。わかんないです、わかんないです。ずるいわ、ほんとにずるいだろ、こんなの。もう天才かよ、こいつ天才かよ、ほんとにこんなのずるいわ、ほんと腹痛いよ。やばい、今日超面白い。こんな止まり方あるかよ。鉄板じゃねえかよ。すげえな。腹痛いよ。いや。もう、今日これがピークですよ。こんな天丼かぶせられたらさ。はい。ということで、皆さんありがとうございました。次、またコラボ枠やるんで、いろんなチャレンジャーの方ね、お待ちしております。お疲れ様です。ありがとうございました。腹痛いわ。